はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、新発売、期間限定、アサヒのスーパードライの100年のこだわり。100年のこだわりっていう、またちょっと変わった名前ですね。明治33年から受け継がれるアサヒ生ビール。明治33年、過去1900年、アサヒビールの源流となる大阪麦酒がアサヒ生ビールを発売し、以来100年以上にわたって生ビールの美味しさを追い求めてきました。飲食店で皆様から支持されている深いコクと爽やかなキレが楽しめます。やっぱこれが、アサヒのスーパードライとは違うらしいですね。違うみたいですね。まあ、飲める店もあるみたいです。期間限定、これは5月から7月までの出荷予定。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数がやや低めの 4.5%。ほほー。ほほほーという。これなかなか期待が持てます。まあ、期待を持ったとしても、まずかったらもうまずいって言うから。大体あれなんだよな。なんだ、アサヒのさ、なんか限定ものってさ、大して美味しくないんだよね。あれ、なんて言うんだっけ。ギフト限定の、なんとかアサヒって。なんだっけ。アサヒの、ギフト限定アサヒ。生ビール。乾杯。あ、スーパードライよか、まろやか。あー、ん？スーパードライは、辛口じゃない、なんか、キレ、いや、なんだろう、これなんだな。これなんだ、スーパードライの、なんやろな、辛口じゃなくなったスーパードライみたいな感じ。ただ味は薄いな、これ。普通に薄いぞ。普通に味が薄い。あ、なんかビール新しいの出るっぽい。まあいいや。まあいいか。アサヒ生ビール。しっかりとした苦味、マイルドな口当たり、飲みやすい後味。スーパードライとは確かに違うな。スーパードライよか、香りが弱くなって、で、ちょっとマイルドになってて、シャープな味わいの、がなくなってる。ただし、薄い。何か味がコクがない。飲みやすい後味とか書いてあるけど、そもそもがし、コクがない。コクが、第3のビール並みにない。これをどこが、深いコクと爽やかなキレを特徴としたって書いてあるけど、どこをどうしたらあれなんだろう。これはうまくねえな。びっくりするほどうまくねえな。なんだろう、飲んだ感がない。
炭酸水を飲んでるみたいな感じ。あの、麦味の炭酸水を飲まされてるような雰囲気ですね。スーパードライオがあるかに、はるかにコクがなくなって、まずい。なんだこれは。まずい。まずいな。まずいかうまいか、いや微妙かでいくと、これはまずい。これは間違いない。まずい。びっくりだよ。これならまだ、スーパードライの方が、段違いで美味しい。どこでもいろいろあるみたいですね。うん。飲める店。俺の足立区あたりだと、ああ、2点しかない。あ、でも結構限定的なんやな。うん。割と結構限定的っぽいな。これの名前は、100年のこだわりとか書いてある、アサヒ生ビールっていう銘柄らしいですね。アサヒ生ビールっていう銘柄。薄い。うん。薄い。100年を超えて受け継がれるとか書いてあるけど、それにしても薄い。どこをどう考えて、深いコクとかって言ってるのかがさっぱりわからない。アルコールの数が低いくせして、薄い。この、矛盾してるような、なんか。東京隅田川ブルーイングっていうのが売られるらしいですよ。ゴールデンエール。今度ね。やっぱ朝日で一番うめえって言ったらさ、個人的に朝日プレミアム生ビールの熟成ってやつが、一番うまいと思うけどな。うん。この、まあ、朝日のサイトにあるけど、熟成ってやつね。プレミアム熟成ってやつ。これめっちゃうまい。間違いなくうまい。6月5日に、隅田川ブルーイング。ゴールデンエールっていうのが発売するらしい。数量限定で、地域も限定らしいですね。薄いなぁ。でもこの朝日の熟成は本当に美味しいですよ。なぜか633cc の大瓶が売ってなくて、中瓶までしか売ってないっていう。334cc と 500cc しか売ってないっていう。わけのわかんない。なんで大瓶売ってないんやって。これがまた飲めるところがまた限られてて。うん。朝日プレミアム生ビール熟成っていう名前のやつやねんけど。これがうまいっすね。ほぼほぼ飲めるところが限られてる。これは、うまいでしょ。うん。なぜか大瓶が売られてない。これも店限定みたいな。ほぼほぼ売ってないから。まあ前普通に売っとったんやけど、結構ガチ勢の店しか置いてないっぽいな。本当になんか、なんやろ、料亭みたいなところ。ガチ料亭みたいなところしか売ってないんじゃない？これ。ガチ料亭しか売ってないんじゃない？
樽生か小瓶か中瓶しか売ってない。なぜか大瓶が売ってないという意味不明理屈。東京で飲める店は東京都だと228件ある。足立区だと？あれ？足立区で売ってる店一つもない、まさか。あ、あった。4件ある。飲める店4件ある。4件。あ、日本料理店とか、もつ焼き、焼き鳥あたり。はぁ。薄い。どこが100年のこだわりやねん。いう感じやな。はぁ、100年のこだわり、こいつ何言っとんだって話や。前、グランマイルドっていうのがまずかったですけど、なんかよくわかんないですね。朝日はやっぱ普通にスーパードライだけ作ってりゃいいんじゃないか。スーパードライとはプレミアム熟成だけ作ってていいんちゃうか。って感じっすね。コク、なし。コクが1ミリもない。1ミリぐらいしかない。甘み。まあ、こんなもん。香り。香りも実に貧相だ。この価格でこの味はちょっとまずいとしか評価できない。1222です。ご視聴ありがとうございました。